こんにちはスキップのテラです今回は「病気の9割は歩くだけで治る」という本をご紹介させていただきます本書は医者として兵庫県にあるご自身のクリニックで診療をしながら数多くの健康本を世に出している長尾和弘先生が歩くことをテーマに綴っている一冊ですこの本の中で糖尿病や高血圧といった生活習慣病をはじめ認知症うつ病不眠症便秘 アトピー性皮膚炎喘息、癌といったあらゆる現代病の治療のために歩くことがいいいかかに重要かとととうここを説明しています歩くことの効果をご紹介することで現在さまざまな病気を患っている方や運動不足を解消したい方歩きたいけど辛いから嫌だという方が「今日から歩こう」と少しでも思えるようになる一冊だと思い今回ご紹介させていただくことにしました。 江戸時代のの庶民は、今の人たよよりも6倍、およそ3万歩歩ほど毎日歩いててと言われています。明治時代や大正時代のサラリーマンも江戸時代の庶民と同じぐらい歩いてたそうですがその後電車や自動車バイク自転車といったような便利な乗り物が普及してからは必然的に歩くことが減ってしまったとのことそしてその結果が糖尿病人口が900万人高血圧が 4, 万人高止血症が2,000万人認知症が460万人そして毎年100万人の方ががんを患い年間で37万人が亡くなられているそうですこういったさまざまな病気を予防するために体を動かすこと歩くことが大事だと長尾先生は説かれています例えば認知症予防と歩くことについて書かれていたことをご紹介させていただきます。 愛知県にある国立長寿医療研究センターで行われた研究でアミロイド β の沈着が認められ認知症が始まりかかっている人たちを集めて毎日1時間50から3ずつ引いていく計算をしながら歩いてもらったところ1年後にはなんと脳内に溜まりかかってていいいたたアミロイドが消えていたというのです。ただ計算をしながら歩くだけ頭を使いながら歩くということがポイントです。 誰でもどこでもいつでもできるこんなにも簡単なことで認知症を予防できるのですからやらない手はありません。とのことです。こういう研究データは例えば解除する人にとってもとても重要な情報になると思いますしそのノウハウを実際に実践するのとしないのとでも治癒や予防に大きな違いが出ると思います。このようにこの本には今ご紹介した認知症の例に限らず糖尿病、 高血圧、鬱病、不眠症、痛みのある病気がん風邪といったような病気を治すために歩くことがいかに重要なのかそして気をつけるポイントなどについて書かれていますまたこの本の中で歩き方についても詳しく紹介されていました主なポイントとしては「丹田を意識する」「骨盤を意識する」「肩甲骨を動かす」といったようなことでした 僕が学んでいるアレクサンダーテクニックとはアプローチが違いますが足だけでなく全身で歩こうと言われてた部分は本当にその通りだと思います一般的に正しい歩き方というとか,かかとがどうとかつま先がどうといったように部分に意識がいって全体を忘れてしまいがちですからね他にも気持ちよく歩こうと思ったらやっぱり手ぶらが一番 荷物を持っていると肘を後ろに引いて肩甲骨を動かすということはできませんとのことでした重たいショルダーバッグなどの荷物を持っていると先ほどお伝えしたように全身を使って歩くということを実践しようとしてもなかなか難しいのではと思います長尾先生はどうしても荷物が必要な場合は両手が自由になるリュックサックをお勧めされていました靴選びに関しても高い関心をお持ちなのが伝わってきました 特に僕が共感した箇所は見た目もそうですし履き心地という点でもそうです履いただけで歩きたくなるようなあるいは置いてあるだけで歩きたくなるような靴を選ぶことが歩くことを習慣にするためには何より大事なポイントでしょうというところです思わず歩きたくなるような靴心も体も喜ぶような靴を玄関先に並べておくということが歩くことの習慣につながり病気の予防にもつながる ということですねとということで長尾和弘先生の「病気の9割は歩くだけで治る」という本をご紹介させていただきました現在さまざまな病気と闘われている方や運動不足を解消したい方歩きたいけど辛いから嫌だというような方がこの本を読むことでこれまで知らなかった情報に触れることができたり新たな気づきが得られるはずです興味がおありの方は是非一度読んでみてくださいね ということで、今回は以上です。それではまた次回お会いしましょう。